お疲れ様です月曜日すいませんゲリラでゲリラなのにありがとうございます 今日はですねちょっとあの告知が出たのでおお風呂上がって寝ようかと思ってましたじゃあちょうどいいかなまだ寝てないかなみんな11時そうコラボ商品が出るんですあのー、えっとそう今日の夜に発表があったんですけどなんかめっちゃ顔赤くない 今日レッスンだったんですよ。で帰ってきてまあ今日メイクも何もできてないんですけど帰ってきてで今日はおばあちゃんちに行ってそしたらそうなんか「焼けた?」って言われてそう「真夏ではないのに焼けた?」って言われて「あれ?」ってはい。 そうでそう今日のね夕方に告知があったんですけどあのリバティエイジさんとのねコラボが決定しましてあのー、今まで STU のメンバー何人かもやってたと思うんですけど今回私もお話をいただきましてあのやらせていただきますコラボ商品えっと T シャツと。 トレーナーナとあとあキャップですねもうデザインしました結構かなり前からねデザインとかをやっててで何回も修正とかやって完成してそして10月にあの発売できますっていう感じになりましたはいそうなんです はい、そうあの T シャツは割とシ,ュ、まあ、シンプルではあるけどシュールな感じになっておりましてでトレーナーは結構でも今っっぽい感じになってる気がしますキャップはもう全然私も普段使いしたいなっていうレベルのキャップみたいなその3種類なんですけどあの色の展開もね それぞれ T シャツトレーナーキャップごとに色の展開も何種類かあるのでぜひゲットしていただきたいですあの今後のねライブとかにも着ていただきたいし普段からのでも愛用していただきたいなって思います各種コンプえぜひぜひしてくださいあの本当にね めめちゃめちゃゃ使えると思いますうんそうそうキャップはもう本当に特に私すごい毎日帽子かぶるのでまあ毎日ボサボサっていうのもあるんですけど毎日キャップかぶるからすごい。 あのいい自分も使いたいっていうあのキャップを選びましたけあちゃんといえばキャップのイメージ <laughs> そう私帽子大好きでいろんな帽子をね普段からかぶってるんですけど最近2個ぐらい帽子どっか行っちゃったんですよね悲しくて。 最近今日はねこのこの色の T シャツだったのでかぶれなかったけど最近はこれをずっとかぶってる <laughs> あのめっちゃ前に買ったんですけどなんかま,またこれを買ってますでもキャップ今本当になくて買いたいなって思ってるんですけどでも発売されるので発売されたらずっと自分のキャップ 被ってるかも自分の何系？何系だろうなえ何が何が発売されるやつ？でも T シャツともうね全部本当に私のイベントに身につけてくださったら嬉しいしその普段からもう皆さんぜひ来てくださいっていう感じの商品ですね。 そう私この緑の色好きなんだよねこの緑の色も入れたかもしれないなグッズにどれかどどの T シャツかな T シャツこの色入れた気がする確かそうね20日市には間に合わないかなまあ今後のもし仮に生誕祭とかもしあればその時だったりに是非そうこの緑の色めっちゃ好きなんですよゆら だからうん届くの来年かなーってそうかもしれないねまあどうなんだろう注文は10月からできるみたいなんですけど後半多分10月後半かなうんそうぜひもう本当に あのね全色ゲットしていただいても本当にいい感じの色合いになってると思いますあのね確かそれぞれ T シャツトレーナーキャップそれぞれね黒と白は絶対入ってたと思うんだよねでもそれ以外の色もあのそれぞれにあります そうそうしばらく街で服買うのやめときますって是非 <laughs> T シャツも結構何種類かあるしトレーナーもキャップも何種類かあるしそう私もあこんなに種類できるんだって思ってめちゃめちゃ嬉しくてえったと思います4種類か5種類ぐらいある各あのあれで。 キャップ、トレーナー T シャツそうそう4種類5種類うん4種類はあったと思うなぜひ、ゲットしてくださいもうね私もね絶対に普段から使いたいなっておすすめサイズ私もまだね実物 見てないからわからないんですけどちょっとそう実物早く見たいなっていう感じで何色にしようか楽しみってぜひぜひ楽しみにしててくださいもう本当にね日常使いできたりライブでも着てもらえたりできるような色をそれぞれ選びました 私も早くゲットしてきたいですね <laughs> 今年はなんか反復のやつもそうだけどいっぱいみんなに 個人グッズをゲットしてもらえそうで嬉しいです <laughs> あの自中生産なので皆さんあの絶対にゲットできるということでね絶対にゲットしてもらいたいと思いますあ確かにそう是非修二修二さんも毎日キャップかぶってるからさ逆に修二さんがキャップかぶってないとこ見たことないから。 ちょっとゲットしてほしいですね。<laughs> というか、プレゼントしたいですね。うん。<laughs> 今日思ったのがね今日10月7日じゃないですかえもう3分の1も終わったんだと思って。 あれですよ10月のあまだだった10月の3分の1がもうすぐ終わるっていうねいやカウントダウン大好き人間だからあもう10月も始まったと思いきやあと3日で3分の1終わるんだと思いまして <laughs> 気が早いそうです私はカウントダウン大好きなので。 よくカウントダウンしてあと何日あと何日って感じでやっちゃうんですけどきみの今日はねレッスンがあったんですよでレッスンが本の終わる予定時間の2時間半巻きとかで終わってね今日 それで,早く帰ってこれてで今日ねおじいちゃんの誕生日だったんですよ私のだったっていうかなんですけどあのそうおじいちゃんの誕生日なんですけどであの本当は誕生日会するみたいな話だったんだけどでも今日私の帰りが遅いからできないってなってたんだけど あの2時間半巻きでまさかの終わって帰ってこれたからあじゃあおじいちゃん家にも行こうってなって急遽あのそのできないと思ってたんだけどはいできましたそう終わってあいけると思ってねそうなんです嬉しいです って言えるののあと4ヶ月ななマジでなんか二十歳ってさ普通なんか十何歳とか22歳とか21歳とかいいじゃないですかでも20歳って20歳って言い方もあるし二十歳って言い方もあるじゃんだからすごい特別なねあのね年なんですよ二十歳っていうのは。そう。で。 あのそう二十歳っていうのはすごいもうそうやって呼び方もあるのでそう去年も言ってたそうこれは前も言ったんだけどあのすごい大事な年なんですねしたでもそれがあと4ヶ月で終わるんですよ21歳になっちゃうんですよでもその次はもうね呼び方変わるってなったら本当と還暦とかしかないですよねだから大事にしなきゃ還暦まであと あの全然そうやって特別に呼べる年っていう特にないじゃないですかあっみじとか言いますかねえわかんないアラサーとかえわかんないはいなので二十歳は楽しく過ごしたいと思います 歓歴間近ですがすごい <laughs> はいそろそろ終わろうかしらねえ、十五分経ったかなえ、わかんないでも今日はそのリバティエイジさんとのコラボの商品出ますっていうのを改めてあのー 言いたたたかっっのであ今ったそうそうその配信でだったんですけどもあとはね東京公演あの終えまして恵比寿での花垂公演を終えましてそこでなんかあの100回。 記念だったみたいで、ね、私が公演に出たのがそうなんですよ皆さんがお祝いしてくださって多分急遽ね皆さんあのお祝いのねお見送りの時に見せてくださったうちわだったりとかボードだったりとかすごい作ってくださったんだろうなって思ってありがたかったですねだってもうすぐ100回ぐらい行くのかなって言ったぐらいからすぐだったから公演までね ありがとうございます本当にエラちゃんから元気をも,もらってるんで長生きできそうですなんでハテナがついてるんですかちゃんとペンライト青白を振りましょうね見えてますからね他のペンライトカラーにしてるの見えてますからねはい皆さんしっかり青白をねこれからも振って応援していただけたらと思いますよろしくお願いします。 100回ありがとうございます。1, 0, 0ありがとうございますということでランキングを読ませていただきたいと思います。13位やすしさん12位堀江門さん11位のりさん1一位つんつんさん8うん 九位マスターさん八中崎の旦那さん七位赤山フランさん六位かいかいさん五位ネギシオさんえ四位コウタさん三位清水さん二位テッチャンさんそして一はドゥルドゥンリュウジさんありがとうございます。いけいけこうこういけこうあ間違えたいけいけいけ今日もリュウジさんはーイケてるよありがとうございます。あと今日ねあのー、そのおじいちゃん家で あのテレビつけて見てたんだけど、あの夢タウンの cm がね。3回ぐらい見れて、ね、そう。夢タウンだよっていう話をしました。今週あります、ね。あ、今月ありますね。夢タウンも。あ、明後日よろしくって。そう。明後日はね。副フ,フェスですね。皆さんお楽しみに。少しだけ亀田配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。皆さん、急遽ちょっと遅めの時間に配信したのに集まってくれてありがとうございます。 すごい急にあの通じっちゃったと思いますがすいません、はい、ではそう夢タウンの CM あるんですよあのね夢タウンのねキャラクターのね羊が出てるの羊ちゃんたちそうではでは昨日夢タウンでいきちゃんの曲聴いてえー、嬉しい皆さんお買い物してくださいそれでは終わります ありがとうございました。皆さんおやすみなさーい。バイバーイ。おやすみー。バイバーイ。おやすみなさーい。明日は皆さんラジオです。イブスト十七時半から F M チューピー。明日聞いてください。ではではラジオで会いましょう。 おやすみなさーい。バイバーイ。